CME 原油日本に初上陸。本日のマーケット情報です。為替は1ドル 109.7 円、東証株価指数は 1880.68 ポイント、 WTI 原油先物価格は 61.86 ドルでした。皆様、アメリカの WTI 原油先物への投資は日本からだと手間がかかるし自分には関係ないと思っていませんか？原油価格の代表的な指標である WTI 原油先物価格に近い値動きをする CME 原油先物が大阪取引所に上場しています。日本で手軽に原油先物を取引できます。 CME 原油先物を通じて米国の主要な3つのエネルギー関連先物をまとめて取引できます。 CME グループとは世界有数のデリバティブ取引所を運営している取引所グループです。原油価格は世界各国の需給状況、国際政治情勢などを反映し、株価とは違った要因で動きます。 CME 原油先物をお取引いただくことでコモディティ投資の世界を覗いてみませんか？原油価格はいろいろあるけど、 CME 原油先物はどんな値動きをするんだろう？ CME 原油先物は WTI 原油先物に近い値動きをします。特徴1、 WTI 原油先物価格に近い値動き。 CME 原油先物は WTI 原油先物が主要な構成要素であるため、 WTI 原油先物と近い値動きをします。このため WTI 原油先物の代わりに CME 原油先物を活用することも検討できます。やってみたいけれどドルで投資するのは面倒だと思っていませんか？ CME 原油先物は日本円で取引できるのです。え？日本円で取引できるの？特徴2、日本円で取引できる。世界の主要なエネルギー関連市場に投資する際には外貨建てでの投資になることがありますが、 CME 原油先物は円でのお取引が可能。為替手数料がかからないゆえドル円相場の変動による損益を気にせず指数の変動に沿ったリターンが得られます。さらに証拠金も円建てだからコストがより明確に分かります。でも実物の原油を受け取らなくてはいけないのかな？心配不要です。実物の原油そのものを取引するわけではありません。特徴3、実物の原油のやり取りがない。砂金決済のため実物の原油のやり取りはありません。最終決済期日に約定価格と最終生産数値の差額で砂金決済することで取引が終了するから安心です。日経225先物などおなじみの先物商品と同じです。CME 原油先物という新しい選択肢について投資のヒントをもっと知りたいという方には北浜投資塾のサイトで紹介しています。詳しくは北浜投資塾 CME 原油先物で検索。